はいじゃあ始まりました。ハイチのダラダラジオ第61回でございますで。今回のテーマが3万人記念イベントを終えてということで、まあサブテーマというか下にはね感謝と反省、そして次回はという感じですね。では右下のちょっとなよさんのブログに関しては後ほど説明いたしますので少々お待ちください。 といった感じで、今回のテーマ、特に勉強の話とかではないです。あのー、事前にね、まあ、いっぱい告知してきて、あの申し込みもたくさんいただきましたが、先日、11月22日、そして23日を使ってですね、えっ、ー、と、3万人記念イベントをやってきました。で、おそらく、こう、聞いてくださってる方の中で、なんだそれという方もいらっしゃると思うので、ちょっと簡単にあの説明をさせてもらうとですね、 えー、私ハイチはですね毎年1年の最初例えば2014年になった時2010まぁ、あ、こ5年ねなった時とかに目標を立てるの必ず立てるようにしていてで今年の目標がいくつかあるんですよ,よ、まあ、4つあってですねそのうちの1個にこの YouTube 登録者3万人っていうのが一応目標だった今年ねですごいありがたいことにそれをね9月の23日に達成することができてで3万人を超えたんでね でまあ、目標を達成した記念も含めて、まあ、みんなにちょっと感謝を、ね、感謝の言葉を実際に会いに行って言いに行こうというのを、えー、企画させていただき、まあ、ここで告知をしてね、まあ、動画もそれ用に撮ってっていうのをやってで、まあ、申し込みいただいて抽選をしてっていろいろ打ち合わせをしてみたことをやったんですよでそれを実際11月22日この前ね先週行ってきましたで実際に、えー、とお邪魔したのが、えー、滋賀県と大阪府と岡山県ですね でも全部で会ったのは親御さんとお子さん全部合わせて11人の方ですかねに合わせていただきました、えー、感想から言うともうね本当に楽しかったです <laughs> もう本当に楽しかったで楽しかったしとにかく自分がありがとうを言いに行くために行ったんですけどすごく元気とエネルギーをいただける企画というか旅になりました あのー、ま、いろいろ反省点はあるんですよ。で、今回、多分ね、あのー、企画じゃねえや、この動画、イベント用の動画を撮って、アップする予定だったんですけど、それがまあ反省の1個目なんですよ。で、何かっていうと、まずね、動画を撮るのがなかなかしんどかったという。そう。で、撮ったんですけど、ある程度は。撮ったんですけど、ちょっと中途半端になってしまうので、と思って、音声を撮ってたんです。俺、iPhone 使ってんですけど、iPhone でこう、なんだっけ、声を撮れるやつがあってね。で、それを使ってたんですけど、 あのジャケットのね胸ポケットに入れた状態で録音をしてた方と普通にこう目の前で置いて録音してた方って分かれてるんですけどこのね胸ポケットに入れた状態で録音をしてる方のが結構こうガサゴソしてる音を拾ってしまってですねものすごく聞き苦しい感じになってしまっただからはっきり取れてる方もいればその聞き苦しくなっちゃってる方もいるのでだから全員が全員アップできないアップできないこう編集できないってなっちゃったのね だから、まあ、それも中途半端になるので、今回は、俺のね、こう、会話だけで、感想だけで申し訳ないんですが、ちょっと動画と、それとはなしということになります。本当に申し訳ない。まあ、次回やることがあれば、その辺はちょっと気をつけてやろうと思います。はい。で、もう一個の反省点は、もうちょっとスケジュールをゆっくり作ればよかったなと思ってる。うん。だから、まあ、今回3連休を使っていったので、まあ、2連泊してね、まあ、3日間使ってとかでやったらよかったかなと思います。 ちょっとねこうやっぱ会ってて話してる中でも急がせてしまったりとか時間をね気にしていただいてる方もすごく多くってであとは自分の余裕がなくってせっかくね俺滋賀県も大阪も岡山も初上陸やったんですよ、まあ、新幹線で通ったことありますけど大阪とか岡山はねでもう初上陸だったんでもうちょっとその現地のものを楽しめる時間を取ってもよかったのかなと。 思って今反省しております。まあ、次回あればそれもね考慮してやろうかと思うんですけどで。で、それでですね、その動画の下のリンクっての右下に、ナナヨさんのブログと書きましたが、あのこのナナヨさんはですね、今回、えっと、きっかけとイベントに参加していただいて、合わせていただいた、あとお母様のが書いてるブログなんですね。で、お母様と、えっと、小学生のお子様2人の3人とね、合わせていただいたんですが、 七なさんが当日こう写真を撮ってくださって、ブログで書いてくださったんです。七なさんのブログで。で、その小学生の子たちには、ドーナツ屋さんでですね、えっと、その店の中でちょっと問題を教えるっていう、わかんない問題があるんで教えてくださいっていうのがやってほしいことってことだったので、そこでお二人に教えたんですよ。で、その様子をすごいいい感じで撮っていただいているブログがあるので、この動画の下に、 えっと、リンクを貼ってあります。七陽さんのブログって書,く書いてるところがありますので、パソコンで見たくださってる方は、ぜひそちらをちょっとポチッと押してください。そのブログに飛ぶようにリンクを貼っています。で、携帯で見た場合はどうなるんだっけなちょっと待ってね。ちょっと今調べていい携帯で見た場合は、えっと、今、携帯でみんな見てくれてるじゃん、画面を。でね、タイトル、この配置のダラダラ字を第61回矢印、矢印の棒みたいになるでしょ。そこのところをポチッと押すと、 おそらく下にね、リンクが出ると思うんですよ。この動画のタイトルを押すと。多分。で、そこからリンクに飛べるはずなので、ぜひですね、あの、そっちで飛んでみてみてください。あの、当日の様子が見れると思いますので、よろしくお願いします。で、えー、っと、それでですね、まあ、感想を終えてみて、まあ、すごい良かった、楽しかったって話しましたけど、あのー、 なんだろう多分お互いに不思議な感じだったんですよ。で今回ね本当年齢層さまざまな方に合わせていた多分高校生から高校1年生の子から始まって、えー、っえっと次がここまで順番が分かんなかったけど高校1年生から始まってでえー、っと今度中学生とその親子の親子の方に合わせていただいてとか社会人の方に合わせていただいてとか、ね、あとはそのまた中学生高校生とか友達同士で来てくれた。 ね岡山の子とかねっていう風にいっぱいいろいろ合わせていただいたんですけどこうまずですねこうなんだろうな自分が会いに行くことですごい喜んでくださるっていう経験ってないんじゃん普通に初めてだ私そんなだからその喜んでくれる姿がすごい嬉しかったのとあとはその 会ってくださる方会っ,て会ってくれたかみんなからね実際に見てて本当に役に立ったんですって本当にありがとうございますっていうのをこう YouTube のコメントとかでやっぱたくさん今いただけるようになってそれでもすごく元気がもらえるのねまあ一回読ませて頂い,いてでも直接会って言っていただくとなんかねあ本当に役に立ってんだっていうのすごい実感してだからあの Twitter ではねちょっとポロッと書きましたけど こう一層頑張れるというか、うん、今まではこう想像でね画面の向こうにいるみんなのことを想像してやっぱ撮ってるねどうやったら分かりやすいかなってあこれちょっと失敗したなとかねここ失敗したかちやり直そうとかねみんなのことをこうイメージしながらこう撮ってましたけどでも今回実際にね使ってくださってる見てくださってる方に合わせていただいて こういう方たちがこういう思いで見てくれてるんだっていうのをすごくこうリアルに想像することができるようになったので本当にやってよかったと思いましたあのー、逆に言うとね今度はほ確かにあの想像以上の応募を頂い,いてねあのなんだっけ当選できなかった会いに行けなかった方の方が圧倒的に多いのでその方にはね本当に申し訳ないんですが。 でも本当にまたこう機会があったらやりたいなと思っております。うん。はい。<laughs> だからそれが次回はってとこなんだけど。あのー、まあ、決めてないよ。もちろん。全然決めてないんですけど。で、現状今、この前4万人超えてね。まあ、3万人記念イベント終えたらあれなんですけど、4万人超えることができて。で、本当はね、来年、2015年の目標を登録者10万人にしようと、かねてからも決めていて、3万人超えた時からね。たんですけど、 まあ一応まあ10万人でまた同じような企画何やるかわからないですけどその時は、うん、でもなんかこうみんなにこうなんか会いに行けるような企画ができたらなとは思っていますもしかしたらもうちょっとハードル上げるかもしれないですけど来年はねうんなのでまた機会があれば是非あの会いに行きたいと思っておりますのでその時はどうぞよろしくお願いします あとはね、もうちょっと、もうちょっと、もうちょっとだ、ね、だいぶだな、だいぶ知名度がもうあって、もう少しで、また行っちゃった上がったらというか、うん、知ってもらえるようになったら、例えば塾とか、ね、学校とかに呼んでいただけるようになったらなとは思うよね。うん、そしたら、ガッてみんなに会えるでしょそう。みんなに会えるし、今回みたいに個人的に会うってなると、実はですね、こう応募の段階ですごくたくさんの相談をいただいたんです。あの親御さんが許してくれないっていう、ね、悩みがあって。 でどういうこと言われたのっていうのを実際聞いてみたんですけどやっぱりこう得体の知れない人に会いに行かせるのは心配だからやめなさいと。でやっぱり多い一番ね。であの前、ー、そのなんだこの企画をした時の動画でも言いましたけどそう思うのは当然なんだよ。うんだからそういう悩みをね相談持ちかけられた時にどうやって説得したらいいですかって言われたんだけど説得しちゃダメだよって。うんそう思うのは普通だから親御さんからしたら。だって 今、ネット社会で、本当に危ないことってたくさんあるんだよ。いいやつばっかりじゃないからね。この世には。だから悪いこと考えてる人もたくさんいるので。そうそうそう。だからまあ、でもやっぱそういうふうに思われるよなと思ったから、だからこそ、学校とか塾でっていう公式の場でやれたらさ、そういう心配もなくなるでしょ。なので、まあそういうふうなね、ことができるように、まあ今後も頑張ろうと、本当に思います。なので、まあ今回ね、その動画とか、えっ、ー、と、なんだ えっとねんだ映像じゃない何、えーね、だ,映像じゃないなんだあれだ音声だそう音声とかね撮ってるんですけど、まあ、今回はちょっとアップはなしになってしまいますがあのすごく充実した時間を過ごさせてもらいましたはい <laughs> めちゃくちゃ緊張したけどねやっぱ人見知り全開だったんですごい特にね1人目のねあの1人目の子はね滋賀県で合わせていただいた高校1年生の女の子やったんですけどその子もすごい緊張しててで自分も超緊張してて 最初めちゃくちゃゃくよね <laughs> でもやっぱりそのね一人一人の方ね一人のこと一人の方から頂い,いた言葉はすごく胸に残っててそれを糧にまあこれからねやっぱり辛いこともあるんでやってるとありますけどみんなからもらった元気というか言葉というかそういうのを大事にして今後もねこの活動頑張っていきます。 はいあのー、やめませんのでなんか最近すげえ心配されるのやめるんですかってやめないでくださいやめないやめないやめるなと一言も言ってないし、うん、あのまだまだ取らなきゃいけないもの取りたいものたくさんありますので今後もねあの活動頑張りますからどうぞよろしくお願いしますではそんな感じかななんかね本当に良かったとか嬉しかったとかねそういうことばっかしか言わないんで多分同じことばっかしゃべるんでそろそろ終わろうかと思いますでは 今回は、ハイチのダラダラジオ第61回3万人記念イベントを終えてというテーマでね、喋らせていただきました。今回もね、ここまで聞いていただき本当にありがとうございました。で、次回はそろそろ相談かな ?2 週連続相談ね、あの答えてないで溜まってきてますので、うん、相談に答えるか、もしかしたらちょっとね、あのね、こういうテーマで喋ってくれませんか っていいうのをねいただくんですよ最近あの相談もいっぱいもらうんですけどこういうテーマで是非喋ってくださいっていうあの話もいただくので、まあ、もしかしたらそっちになっちゃうかもしれないんですがもしよかったらねその第62回の方も聞いてみてくださいでは、まあ、途中でも話しましたけどその74さんのブログ是非もしよかったらねちょっと見てみてくださいあのすごくすごくいいというか俺個人的に俺がすごい好きな写真なんで はい。だったら、こういうことをしてたんだって。もちろん、みんなに勉強してたわけじゃないんですよ。あの、その方だけなんですけど、勉強してたのは。あと、相談に乗って話をしたりとか、あとはですね、あれです。一緒に、あなんだっけ、あれ行きました。えっとね、あれ、プリクラ撮りました。<laughs> あのね、岡山で会った中学生の子が、中学校3年生の友達3人で来てくれたんですけど、友達3人と、えー、自分で。最近のプリクラすごいよね。<laughs> 俺、プリクラ多分何年ぶりに撮ったんだろうってぐらい撮ってないんだけど、 目が怖いよ、俺の。<laughs> もちろん、それちょっとね、あの画像上げれないんで、申し訳ないんですけど、俺の目気持ち悪いっす。なんかすげえでかくなっすそう,そうそうそう。まあ、そんなね、ってこともしてましたが、またね、そういう機会があればやりたいと思いますので、その時はね、よろしくお願いします。では、ちょっとね、最後喋っちゃいましたが、ここまでね、本当に来ていただいてありがとうございました。んさっきも言ったね、これね。また、いいか。また次回もどうぞよろしくお願いします。それじゃあ、この辺、今回はこの辺で終わります。以上です。ありがとうございました。